静岡県の海岸で赤ウミガメが産んだ卵が見つかった。11日の朝、静岡県下田市の海岸に来ていた人が、亀が砂の上を歩いた跡を見つけました。水族館が調べると、深さ50センチメートルぐらいの砂の中から赤ウミガメが産んだ卵が見つかりました。赤ウミガメは数が少なくて将来いなくなる心配があります。卵は卓球のボールぐらいの大きさで、113個見つかりました。水族館の人は卵を丁寧に砂の中に戻しました。この海岸はこれから大勢の人が遊びに来る季節になります。来た人が卵を踏まないように、水族館は周りに柵を作って卵があることを知らせる紙をつけました。亀が歩いた跡を見つけた人は、初めて亀の卵を見て感動しました。無事に赤ちゃんが生まれてほしいですと話しました。赤ウミガメの赤ちゃんは60日ぐらいで卵から出てきます。